皆さんこんにちは、カメラマンたくまです。今回なんですけど、喧嘩道というアプリがありまして、そのアプリの中に朝倉未来の方がキャラクターとして登場しているんですけど、そことちょっとコラボ企画ということで、たくさんのヤンキーに突然絡まれたら朝倉未来は一体どういう反応するのか見たくないですか？多分見たいと思うんですよね、皆さん。それでちょっと演者の方を用意してもらって、大勢のヤンキーに朝倉未来に絡んでもらうと。しかもかなりなこの勢いで行ってもらうっていう検証というかドッキリですね。ドッキリの方を壮大なスケールで仕掛けていこうと思います。じゃあ一人一人意気込みを聞いていきましょう。はい、今回演者さんたちのリーダーをやってください。お願いします。いやー、怖いっすね、ちょっとさすがにそのなんかその喧嘩無敗とかいろんなところで見るんで、さすがに素手で挑むヤンキーなんかいないっすよね、やっぱ。どうなんですか、わかんないですけど、まあそれでも来てくれると信じてるので、はい、ガツガツ、はい、ちょっとなんかしら欲しいんですけど震えないようにちょっと頑張ろうと思いますね、はい、普通に結構 YouTube とか試合とか見てても強い感じなんで怖いですね。多分ガタイも相当いいと思うんで、普段そんな絡んだりしないんでだいぶ怖いですね。大丈夫ですか？次読みの方。骨一本は。いやっぱ帰っていいっすか？本番で。頑張ります。本当に誰がこんなことを好き好んでやるのかっていうところなんですけど、正直そのいくらさんがガッて来た時は全力で止めてください。あの進むかどうかわかんないですけど、いやもう僕ら全力で走って逃げるかもしれない。いや普段なんかそうやって人に絡んだりとかしないんですけど、武器とかって使っていいんですかね？武器はちょっとマシンガンぐらいになりましょう。戦闘車がちょっと埋まんないんですけど。ギリグローブなの。あ、グローブなの。ボクシングローブなのです。ああ、ちょっといらないっす。逆にグローブはいないっす。自信満々ということで。自信満々ということで、じゃあ作戦会議の方をしていきます。じゃあちょっと作戦会議の方をしていきます。なんか聞きたいミクレの特徴とか僕に聞いてもらえたら。弱点は多分ないっすね。これだけはやめとけみたいな。これだけ基本的に全部やめとけなんですけど。大丈夫そこでちょっと待ち伏せしていただいて、いい段階だと、はい、俺、朝倉未来じゃねえと絡んでいくのと、そっから写真撮ってよみたいな感じで皆さんど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 んグイグイ行って、まあ、だるがらみしていってもらって、もうゴールは決めてないんで、向こうが切れるまで切れるまでもう、未来が切れたらゴールです。切れたら僕らは止めない。切れるまで永遠に行ってもらいます。いやなんでもしかしたら顔の形変わっちゃうかも。もしかしたらもう1日とかになっちゃうかもしれない。いや、切れるまで24時間耐久みたいになっちゃうかもしれないですけど、やっぱりこれをされたら切れさせるのほんと難しいんで。昔からずっといたんですよね。昔はだからどんな感じだったんですか？昔はちょっと沸点がもうちょっと低かった。今はすごい低い。大丈夫か？今はもう真逆。今はもう全然何しても角が取れすぎちゃう。どんな感じでじゃあ怒って、友達なんか侮辱されたりとか、その仲いいやつを言われたりすると、カチッ、喧嘩、そう喧嘩。まあ仲間思いで仲間とかをなんか得られるすぐカチッ。あとはまあ向こうからいきなりやっぱ噂がすごいめちゃくちゃ強いやつ、やっぱ来るんですよ相手のところに。チャレンジャーみたいな感じで、それでいきなり2人で向かい合ってどうもなんてことはそうそうなくて、基本なんか奇襲とかいきなり奇襲。奇襲。まあ、そういう時にもう反射的に手出しちゃう。あ、そういう感じなんで、もう奇襲系でちょっと泳ぎましょう。それは出されちゃう。出されちゃう。あと、フックとか引っ張られるのに嫌だよ。例えば、なんかネックレスブチッとか。それしたらあかんじゃん。ただ正直それぐらいやらないと多分、入れてこないですね。結構ハードル高い。リスクが。いや、いつもつけてるサングラス割っちゃうとかしたら消えますか？あ、それは多分やばいですね。いや、あの命の保証ができない。ちなみに、彼と出会った時は、喧嘩になったんですよ。一瞬で目の前を真っ暗になったんです
彼が前に来たなと思ったら気づいたら地面がここにあったあれみたいな青じゃない何ちゃうしもらってたんですよ、その時にこっからここまでの記憶が飛んであれ地面みたいなあそうだ、始まったんだと思って何が起こったみたいな僕まだ東京に来て間もないんですその地元にいた頃はずっと一緒にいてそこから、まあ格闘技真剣にやりたいって言って上京してきてそっからは僕3年間ぐらい彼にまあ会場とかあと地元帰ってきた時ぐらいしか会ってなくて東京に来てからの進化してるミクをずっと見てるのはこの佐々木と一緒にいたから分かるんですけどこの人はまあ強い強いだけじゃなくて予言する能力があるっていう未来が見えてるんですよ、うん、なんでかっていうと俺もマジでビビったんですけど、うん、ハンバーガーで買えたらドキッとありましたありました、ねはい、いつもあの道通ってご飯食べてるんですよ、はい、で通るじゃないですかこうその通る隣のビルで足場ってそのビルを建てる工事、はい、ちょっと空気悪いなみたいな急に空気感じるしあの足絶対落ちてくるよみたいなこっち歩いてるって書いてあってでこっち歩いてるで5秒後にすげえ全然足場欲しいマジでマジで全然と勝てなくねでもいやほんとたまたまそこに人いなくていたらもうマジで死んでた朝倉未来っていう名前はそういう意味で付けられたかもしれないわかんないけどわかんないけどそれ果てだかでもこのまま会議してけしてほぼどん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 どよんなってちゃって、来年もやろうかもしれないなんて。とりあえずまだもうちょっと時間、一回休憩して腹くくってもらって、やっちゃいますか。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。今まで。衣装、衣装、携帯の方に衣装が出ちゃう。来た来た。あれ朝倉未来じゃねえあれ。え？本物じゃん。あれ。やば。朝倉未来ですか。ああ朝倉。あ、来た。写真とかどうすか。あ、いいっすよ。意外とちっちゃくね。ちっちゃいですね。自分の方がちっちゃい。そうですよ。あの喧嘩島見ましたよ。そういえば。あのあはいはいはい。YouTube。はいはいはい。あれやりましょう今すぐ。やりましょう。やりましょう。はい。ここで。はい。いや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 やりましょう。いやプロだからやんないですかね。逃げる。やりましょうです。逃げる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 ですか。逃げてない。ジム来てくれたらやるけど。ジムっすか。いや今ですこの辺でいいじゃないですか普通に。ちょうど行ってるしね。ちょうど行ってるやん。多分死ぬと思うけどいい。いやいやそんな俺も言うて。俺も言うてすごいっすよ。普通に行きますよ普通に。いやいやいや。いや今行きましょう行きましょう。ちょっと俺来て話して。うん。行きましょう。行きましょう。やめてほしい。いや、いいじゃないですか、別に。そっちで、そっちで。そっちで行こう。いや、いいから。いや、行こう。いいやつ、普通に。早く、早く。やる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 。喧嘩するなら。喧嘩だろ。喧嘩するなら喧嘩喧嘩道喧嘩道喧嘩するなら喧嘩道てってれー喧嘩するならキモいや喧嘩するなら喧嘩道ありがとうございますいやだるいわマジでうまくね演技こういうやついたんだけど昔やつって協力してくれたんですよこのドッキリのためにいやちょっとでもね怒っちゃった昔の昔を思い出しましたやばいまあでもやっぱ今はやっぱそんなできないから
全然もうやる気はなかったけど、じゃああまりにもしつこいからどうですか。いやもう足震えてましたね。怖かったっすよマジで。普通にこれ喧嘩道さんいらんことするね。コラボなんで。それじゃあみんなでもらっていいですかね。喧嘩するなら喧嘩道もらいましょう。だるいわ。ヤドサイダーという団体に出てた時は12、3戦したんですけど、まあその中でもう僕の個人的な一番いい試合だったなという試合がありまして、その対戦相手、まあ、戦友であるダークリクト選手っていう、その選手とはまあ今でも仲良くしてて、たまたま東京にちょっと練習できてるので、今日は昔の話やいろんな、なんか対談をねしていく体なんですけど、今日このカメラマンのタクマが対談の途中にいろんな失礼なことを言っていったらどこで切れるのかと。俺より強いと思ってっていうことは、そうですね、とりあえず、まあ俺の方が強いかな。やってみる。今っていう別に言う、まあ、今はまあカメラ回してる、やめてみましょう。今カメラ回してるからってそんな態度なんじゃん。それおかしいやろ。関係ないで別に。それは良くないよ。